はい、始まりましたヨトチャンネルスペシャルコラボ久々の動画投稿ですね。なんか、兄ちゃんの音質悪いな。いや、多分イヤホン、ブルートゥースイヤホンのやつだから悪いんだと思うんだよね。だからどっか行っても音量は変わってないのね。そうだね、不思議な現象だ。いや、もう俺の iPhone のマイクはぶっ壊れたからこれしか方法ないっすね。なるほど、久々だな動画投稿。俺生きてまーす生きてまーす。まず何を何話すのかも俺知らんけど、はい、そうですね、今回の動画のテーマはなんとこのチャンネルで動画を初めて投稿した、あれですね、コロナの市からもらった救援物資開封動画を投稿してから1年目になりました。イエーイ。あれから1年。長かったような、早かったような。いや、長かったんじゃないかな。いや、早かったかな。もう。あっという間だな。現状でチャンネル登録者数は77人ですね。はい、1年間やって。すごいです。いいじゃん、77人収益化にはまだまだ1年77人の YouTuber、 いるんだけどねたくさん転がってんだけど、いや、まあそんな動画です。はい、1年間行ったよってまあ、あれやりたい、これやりたいが全然できなかったね、実際は。ああ。例えば、なんか、チャットを動画化するとか。そうだね。いや、二人とも飽きっぽいっていう。スラクエ10を本格的に YouTube でやり始めるとか。うん、企画考えたりするのは好きだけど、実行するのは二人とも得意な方じゃなかったみたいです、はい、まあそういうこともしたかったよっていうのも、まあ、別にしなきゃいけないわけでもないしねそうなんです。実際俺めんどくさかったから全然動画も撮ってなかったしね。1ヶ月間ぐらいサボってた。いや、まあここで1回動画終わるのもいいんだけど、ちょっとめんどくさいかな、いろいろとね。まあこのまま兄弟のいつもの日常会話に戻りたいと思いますこのまま撮るんだね。はい、まず、話したいことですね。今日日曜日なんで、見ましたか？ガンダム。見ました。ガンダム見ましたか？すごかったです。まずパーメットゼロだっけ、なんだっけ、クワイエットゼロ。クワイエットゼロが、うわ、出た、ガンダム最終局番で出るラスボスの大戦艦みたいな感じのクオリティ。えぐいって、無人機でえぐみたいな。カーボケみたいだったね。ね。しかもスレッタちゃんがさ、自分の存在が何なのかちゃんと知ってたっていうさ。まあエリクトに教えてもらったからね、めっちゃなんか悲しいなってなったわ。ちょっと成長が早すぎるけどね。その事実を知ってもう少し落ち込んでもよかったかもしれないけど、うん、いや実際なんか落ち込
落ち込んで部屋に閉じこもって腹減ったからって言ってちょっと出て、そしたら同期のやつが見つかって、で一緒に飯食った。でなんか、あ、マルさんとニカネがどうこうっていう話とかいろいろ聞いて、でその後なんかあの学園を襲われました、で復旧活動しました。その区間でスレッタのなんか精神的成長がちょっとなんだろう、早すぎる。まあ、あの地球で出たニュース見てだいぶ変わったんじゃないかな。ね、でまあね、あそこでそのなんか一番のやり方じゃないくてもいいみたいな、うん、なんかそんなような話を聞いて、あ、ミオリネでがやったこともエリクトが選んだことも全て一番じゃないけど良かれと思ってやったことなんだなみたいな、そういう解釈があってにしろちょっと難しいよね。いや、え、終わるのと言ってるのまでも大戦争始まったのね。え、ガンダム作品50話って決まってるのに何20何話とかで終わらせようとしてるの。しかもあのあそこの企業、グエル先輩の企業のなんだっけ、うん、あのガンダム作ってたやつあるじゃん、あれまさかの弟乗りそうな感じ。弟が乗るんだね。ね、え、お前乗るみたいなね。弟は闇落ちするんだね。なんか闇落ちする理由がいまいち分かんないけどね。ミオリネぶっ殺すだもんね。ぶっ殺す前になっちゃったよね。なんかあれツイッターでボーボーボーのあれと似てるっつってトレンドっていうかなんか出てたな。ところてんのすけが敵役に急にぶった切りされるシーンみたいなところと、え、お礼みたいな展開になるところが似てる。そうなんだ、うん、ミオリネ何回っていう。あとエラン先輩、うん、あれ、え、あのさ、どっか行っちゃった方って5号でしょ、クローンだよね。で出てきたのあれ今回し、うん、本人でしょ。いや、本人じゃない。5号なの？どっか行っちゃったやつ。5号なの？うん、本人どこ行った？あの、なんか本人もかいくぐれないよねみたいな、まあ言ってたから、まあ5号なのかなと思ったけど、にしてはなんかだいぶもうキョロっとしてんだ。本人だったらおかしいよ。あの、なんだっけ、その変な おばあちゃん幹部4人組の会社とその本人が結託してなんとか議会といろいろやりましょうよってなってたわけだから、あそこに本人いるのおかしい。うん、だからただエランの目的、本人殺しに行くことじゃない。俺にもやることできたからみたいなこと言ってたよ。うん、いや分からんけど何やりに行くんだろうね。あれかな、普通に地球のなんとかの夜明けだか、なんとかだみたいな。ホゾラの夜明けじゃなかった？結局に何やってんだろうね。なんだっけ、あの組長じゃなくて寮長のマルタン、マルタン、マルタンの成長っぷりがね、なかなかいい感じだね。マルタンの声、主人公級の声だからね。あれだよ、マシューの声だよ。バンダーマシュー、あ、うん、確かに。あとは、イタドリだ。イタドリ、ユージ？あと、あと、なんだろう。いや、まあ、いろいろ。あ、あれだ、とにかく可愛いの主人公。わからんな。あと、まあいろいろやってますよ。君もなかなか鬱陶しいよ。僕と来い。いやー、水星の魔女おもろいな。本当に終わんのかなこれ。第3期とか言って。第3期来い。なんだっけ、ガンダムキャリバーンとかっていうパーメットなんとかを。あ、それ欲しいよね。
かわいすぎる。つか出てきたよね、チチュ先輩がぶん殴ったやつ。あいつ死んだかと思ったら、あの二人。あ、ケトラ？いや、ケトラじゃなくてあれか、2話ぐらいで、こういう復旧作業でトマトもらってきた。そう出たね。前の輪でさ、チュチュががれきこうやってやった時に、あのガンダムっていうかモビルスーツでロケた時に出てきた死体があの二人だった説みたいな前の輪でだったんじゃないのみたいなことを言ってる人がいてさ、うわだとしたらめっちゃえぐいなって思ったけど、ちゃんと今回の輪で出てきてよかったわ。ガンダムな、いや水星の魔女はおもろいんだけどな、おもろいけどなんかなんでだろうな、まだ最後までちゃんと見てないからっていうのもあるのかもしれないけど、なんか俺まだ鉄血の方が好きかもしれないな。いやそりゃそうでしょいや水星の魔女はなんかGレコの方が好きだなと。なんかここ最近でやってたから。Gレコといい勝負だな、俺は。ん？ Gレコといい勝負だ。なんか、しかも、なんだろうな。組織がいっぱいあるのが Gレコみたい。ややこしくなってる。Gレコの方がまだ分かりやすい気がする。いや、なんとか議会が宇宙将棋界だからか、一枚岩じゃないっていうところと、ジーレコの世界の、キャピタルマンとかも一枚岩じゃないっていうのが。キャピタルアーミーとキャピタルガード。あと、その何、ベネディットグループもそうだし、宇宙のさ、シャリクたちの方もそうだし。シャリクたちの組織とかも全部が、なんか、何したいねんって。確かにそう。みんな何したいねん。お母さんのやりたいことはまあやばいけど、やってることやばいけど、やろうとしてることもやばいね。意味が分かんないんだけど。あいつなんか一番悪だなって。なかなかあそこまで悪なガンダムのボス系いないんじゃないの？まあ娘のため、娘のためでしかないじゃん。なんかもっとさ、ガンダムって結構地球環境とかさ、宇宙と地球間のさ話し合いとかでさがあって、だいたいなんか地球側の人たちと宇宙側の人たちで、宇宙側の人が敵になって、宇宙側の人は宇宙側の人たちのことを考えてああだこうだしようとしてるけど、今回のお母さん娘のためのことしかしようとしてない。それについてってあるあいつらどういう、なんでついていくんだろうなみたいな感じだし。いや多分あれでガンドフォーマットだかっていう、最初になんとかバナリエフィッカンだかって研究してた時の心出しもあるんじゃない？だから普通になんかあれなのかな、その娘を解放した後の世界が結構いい世界なのかな、その科学技術とか技術的な面でも見て。そうなんじゃない、未だにそこら辺がちょっとよくわかんないな。わかんないね、それをして どうなるのみたいな感じ結局。ミオリネが結構ね、やばいね。ミオリネだね、うん。よくもミオリネを汚したな。気がしたな。サビク。
いや、お前がだろ。お前がいろいろ招いたことやないかーい。心がもう保てなくなっちゃってるよ、あれ。いや、やっぱ、鉄血の方がおもろいわ、そうじゃない。いまだに水星の魔女ってあれ結構一般受けされてんのかな？いや、そうでしょ。いや、それはわかんないな。に俺も友達、水星の魔女好きだったけど、が、あの、一期の後半から、なんか、違うかなってなってきて、見なくなったの。結局なんか見なくなってってる人多そう。本当、それは、うん。最初はなんか結構一般受け良さそうな感学じ。園ドラマ。そもそも、鉄血全部見たときあまり面白くなかったって感想だから。なんか、大衆向けっていうか、なんだろうね。むずいんだろうね、ガンダムはね。え、鉄血全部見て面白くなかったって感想すんの？すご。いや、鉄血こそね、今流行りの、いや、もう流行りじゃなくなってるかもしれないけど、ジャニー喜多川さんのね、剣をね、見事に書いてるもんね。どういうこと？ いや、マクギリスがそうじゃん。マクギリスがそう。マクギリスが、いや、多分、マクギリスの孤児で、だけど、お金持ちっていうか、何？マクギリス、パリ時計、パリ時計の、おじさんに買われたわけです。性的な、なんだろう、玩具として。そういうことね。ジェニーさんのとこだと、そのジニア側ってことね。で、そのジェニーさんがギャラルホルンってこと。腐敗したギャラルホルンを粛清するために、カウアンことマクギリス・ファリドが頑張ってるんでしょ。いや、違うけどね、絶対。違う。カウアンさんも、ああいうふうにやってるけど、どう、なんだろう、着地させればいいんでしょうねって考えてるタイプだから、マクギリスは、もう野望があったから、カウアンさんとは違うんだけども、だあれ結局何がしたいのか分かんねえよな。何？告発して。でもあの人死んだんでしょ？してた本人。ああ、だから、そう、何をしたいのかで、まあ、事務所に責任追及したいのか、何を責任求める？だって過ぎたことじゃん。どうだってよくね？ 本人たちはどうだってよくないのかな？どうだってよくなかったら当時のことで言えばよかったけど、言えるほどの、あれが、あれだったのかな？その、業界の闇とかがそこら辺にあったのかな？そうじゃない？かき消されるみたいな。そういうのを言いたかったのかあ、丁寧だから、そういう判断ができないみたいな。な？ガンダムは、いや、まあ、ついてるまでね。まあ、まだ終わってないんでね。あと何話あるんだろう。25話だったら。21話だっけ？あと4話ぐらい。最近のさ、アニメーションの流れで言ったらさ、これガンダム的にはなんか、
あれかな、ゲリコって二十何話？じゃなかった？24、ジレコ。だったらさ、これ映画化させんじゃない？いや、アフリカはもう多分しないと思うんだよね。鉄血のロレンスが失敗してるようなもんだから、アフリカはしないと思うんだけいや、ど。面白そうだけど、なんか主人公好きじゃないんだよな。なんかダいサや、くない？まあ俺は序盤やってたけど、ブテンルスポ悪ハくントて。の賞金で、なんだっけ、コロニーを買う歌がなんか言ってたよね。CM でよく見るけど。なんか声優がなんか知らない声だし。いや、なんとか KB 系の生駒さんっていう人らしくて、声優さんじゃないかな。あ、そうなんだ。なんか下手。下手すぐ。なんか。許さないぞーだよ。なんか違うんだよな。いや、でもなんか内容は面白そ本当はね。う。わかんねえな、ついてどうなるんでしょう。映画化っつっても、何を映画化すんの？ 本当の最終章っていうか。でも、いや、失敗するべ。最終話を映画化にするのって、なんか結構こけてる作品多い気がする。例えば、ディケイド。できるこけてねえだろ。ディケイドミスってなかった？ちょっと待ってない。映画クソだった気がするそれはストーリーがでしょ？もん。いや、それしか知らんけど俺。いや、無理だな。いや、無理だ。映画化は無理だ。映画詰まってるもん、ガンダムさっき。シードもやんないといけない。閃光の旗でもやらないといけないよ。シードってなんか映画化すんの？それらしいよ。なんだっけ？なんエクか、リプスじゃないよ。俺も、ああ、なんかディ、ん？リメイクじゃなくて、なんかちらっとその情報入った気がするような気がする。忘れちゃったよ。あれは、なんか、ちゃんとシードの、シンとかキラとかアスランとかで出てくる、かつ、フリーダムとジャスティスが、さらに強化される、なんか、ちゃんとしたシードの続編でやるって、あ、あと、WO の映画もやるって言ってたんだから。ダブローの映画もやんの？WO の映画やるって言って、いろんなおもちゃ展開するのに、おもちゃばっかり展開されて、本編が全然出てこないっていう。グラハム・ガンダムのやつ？グラハム・ガンダムのクアンタっぽいエクシア、リペアなんとかみたいな。そう、ディナメス、リペア3じゃなかった、あれ。みたいな、バーチェっぽいディナメスみたいな。確かに、あれね。グラハム、半分 L 使ってるから、デザインは出来上がってない。全全く情報然、出ないね。映確か画化に。の話が出てこない。いや、まあそんなもんなんじゃない、結局。やるよ、多分。シードはやる。だって、なんか、最近のイベントで、やっと、そんなにキャラクター、メカニックデザインみたいな人が、フリーダムとジャスティスの新しい機体のデザイン描き終わりましたとか、シンがディスティニーじゃない違うモビルスーツに乗ります。意外なモビルスーツですとか、そういうふうに
コメントしてるなんかイベントがあったらしくて、うん、結構マベル作品とかもなんかやるよってもうその時系列の年表表は公開してるけど実際撮影はどうなんですかって言われたらなんかもうストライキ起きて撮影中止だの俳優1年間俳優業休業しますだのっていろいろとなんか問題起きて撮影止まったりとかしてっから年表を出すけど多分それ通りには全然いかないだろうな先延ばしになったりとかして結構まあそんなもんなんだろうね他のやつも俺はサン・オブ・ブライトをやってくれればとりあえずいいけどねそれも仮名だしねマジ国立ドラやってる暇じゃなかったと俺は思ってるよ見たけど暇だったんじゃないあのオリジンの作成してたグループがあそこのグループが暇だったんじゃないなんか作りたいのっつってこう髪の毛俺ガンダムキャリバーすごい名前まだデザイン出てないよね出てないけどなんかルブリスのルブリスっぽいなんか変なやつが出たね量産型のドローンのやつあれシュバルゼってどうなるんでしょうか楽しみにもしの古典、どうだったそれ動画化した行ったよって動画化してないよしてないんだしたらだるくてね今がチャンス正直、推しの古典はオタクを舐めてるねどういうこと芸がないこんなんでいいんでしょって客を楽しませようという展示会ではなかったねこうやっときもオタクどもが喜ぶんだろうみたいな1000円から1500円取ってグッズ置いとけば買いに来るんやろうみたいななんかそういう展示会をさなんか展示会したいなんかものが多すぎてとりあえずやっとけばいいんでしょうかになってそうありとあらゆるものが推しの子以外にもいやまあ推しのまあそうなんかまあ展示会すればとりあえずタックルだろうみたいなのあるんじゃない、うん、そもそもアニメの数自体がもうさ多いやん今、うん、でなんかいろいろと人気のアニメ多いからなんかそういうことするところも大変なんだろうなきっと次これやってあれこれやってってどうしのこう完全にねいや、もしかしたら、一番コスパ悪い展示会だったかもしれない、今まで行ってきた中で。俺、作品めっちゃ好きだから、こんなに叩きたくないんだけど、うん。逆に無料の展示会あるんだけど、なんか、結構、東京の方でいろいろやってんだけど、無料に負ける、金取る有料展示会それいくらしたの音声ガイド付きが1500円で一般が1000円なんで俺は音声ガイド付きなんで1500円へえ、ね、音声ガイド付き意味が分かんないキャラクターが喋ってくれるしょうもなまあね、まあしゃあないね。はい、グッズね、これね。アクスタと缶バッジ。そうだね。
あの神とか乗ってたところある、これどこなの？あれはアミアミっていうアニメグッズ、まあフィギュアとかを専門に扱っている店があるんだけど、そこのフィギュアめっちゃ飾ってある、今後発売するとか最近出たとかっていうフィギュアいっぱい飾ってるところあって、そこで写真。この最初の1枚目2枚目のやつ、これ誰？これは俺が好きなアプリゲー、パニシンググレイレーブンっていうやつ。ああ、パニグレね、むずくねとか言ってたやつね。ん？むずくねとか言ってたやつね。あ、そう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 。これ何、腕の二重ヒンジになってんの？そういう風にしてるだけ？わからん、ケントウルス。あの、あれ、変形して普通のヒューマンみたいな、いや、なんかロボット人間みたいになれるから、そういう、あれかもしれない。いや、足はしまえないよ、おもちゃでは。おもちゃではしまえないよ。あ、そう、本編ではしまってんだ、へえ。にしてはカムイのクオリティやっぱ高いね。カムイほんとよかったわ。えぐいわ。もしかしたらは、俺ベースのフィギュア欲しかったけど、ベースのフィギュアよりクオリティ高いかもしれないって感じちゃったかも。これ左足の指がさ、しっかりなんか、なんつうんだろう、重心乗ってる感あるのにね。指が離れてて。ね。あと、この衣装、エッチすぎだろ。知らないの？これダークブラッドっていう職業。アニヤの、あの、最終。上級職？上級職だね。やってないからね、俺、このゲーム。最初しか。ニア欲しいな、これ見てた。ニア欲しい、本当に。カメイじゃなくて。ニアが欲しくなる。ニア欲しいよね。ニア欲しいな。ニア買うとホムヒカも欲しくなっちゃうから。困ったさんだよね。出たー、謎の無言時間。てか、あれだね、最近っていうか、ちゃんと動いてんの？ん？何キャリやってるんだ？いや、明日から。部屋の片付け始まってるんじゃないんだ。明日から。何もかも明日から。椅子とかも人にあげるんだね。うん。いや、次の部屋がもう狭すぎて、多分こんなのも置けないかなって感じ。いや、まだそこに住めるかどうか決まってないけど、明日まあ行って、セクトに行って。まあ初期費用とかいろいろと話して、多分ほぼ、俺の中ではほとんどそこに決定するって決めてっから。あ、そういえば今日北海道で震度5弱の地震あったんだよ。でかいの？
いや、まあでかいんじゃない？これ震源地付近は。北見でも震度3だったし。結構、なんか短かったけどね、めっちゃ大きく横に揺れてさ、立ってても気づくレベルだったもん。地震嫌いな人からしたら最悪なってな。うん、立ちくらみかと思った。え、地震じゃんって。地球盛り上がってんじゃんっていう感じじゃないんだ。テンション高すぎ。地球のバイブス感じるとかって言ってるんじゃないんだ。俺地震来た時はそういうテンションあったんだよね。防衛本能だろうね。過剰に虚勢を張って、冷静さを保とうとする。本当は本能的に怖いんだけど、違う言葉使って鼓舞するみたいな。弓道の早けについてちょっと説明してみて。引き割り簡入っ単に。て、矢が口割りっていう、この口の 唇の上と下の閉じた時の境目のところに矢が来て、そこから貝っていう状態が保つ。で、3秒ぐらいだいたい狙ってる最中っていうの、狙い終わってたとしてもそこの秒数が、まあ、3秒ぐらいが一番綺麗に見える状態で放ったら、その作法っていうか、まあ射形っていうんだけど、綺麗だねっていう美的センス 美学、弓道の美学で、早けはその貝の状態が早くなっちゃうっていう、ウェイって。自分では3秒経ってると思ってる。なんか、いや、そういう人もいるけど、そうじゃない人もいる。もう、条件反射みたいな。他人に3秒経って、なんか、早けだって言われるのがもうわけわかんなくなったってさ、言っちゃいけないんだけど、そういうもんなん。あー。早けっていう概念は、なんだろう、あれなの。流派とか教えによって結構コロコロ変わったりするの。いや、定義があるの？定義があるんじゃない？やっぱ回の秒数が短いか早けじゃない？それで当たっても早けって言われるの？当たってもそうだよ、早けって言われるね。だけど俺が見たスルネっていう作品では当たっめっちゃ早く打つんだけど、その人たちに対して早けになるぞっていう表現使ってるか、あ、当たれば早けっていう表現じゃないんだって俺ああ、はそう感じなたんりだ。する。どうなんだろうね。俺らは当たんなくても外れてても、とりあえず回の時間が短い人は早けって言ってたよ。正式なガチ勢じゃなかったし、俺もね。言って、そこまで。結構なんかニュアンスっていうか雰囲気で使われてる言葉ではあるかもしれない。あ、でも関西弁。なんかそう人いによっうアてニ答メとえが違か、う。そういうなんか世に発信するものだったら、割としっかりとした、ちゃんと、あ、さすがにね。使ってんじゃない？俺がにわかな説あるよ、全然。
そっちで道場ないの？わかんない。どこかにある。なんか中学校高校とやってた部活を大人社会人になってもやるやつだってマジまれだよね。すごいなんか社会人の時間があるんだなって感じ。自分の時間いいなって感じ。なんかあれだよね、勝手な考えかもしれないけど、公務員ぐらいじゃね、教師、警察、救急隊、仕事柄やってますんで、自衛隊とか。それで言ったらちょっと武道とかの方が多くなってるんですよ。まあ、楽器でやってた人が仕事になってるかもしれない。まるでやね。それな。相当好きなんだろうね。そうだね、それを軸としてやっていきたいんだが、俺らが社会人になってもスキーとか登るとかやってるみたいな感覚なんかもしれない。ああ、かもね。俺ら部活じゃなかったけど、なんか結構行ってたやん。アップルの最新の情報見た？聞いた？知ってる？アップルの情報で追ってねえか。すげえよ。来年にアメリカから発売される新しいデバイス、名前なんだっけ？アップルドミネーター、ビジョンプロ、ビジョンドライバー、ビジョンプロっていうのかな、これビジョンドライバー、 VR AR ゴーグル、48万。48万ってパソコンじゃねえの？いや、なんか正直俺これ全然安くねっていう、俺は思ってしまいました。何かも分からないのに？ん？何なの？これえぐいよ、これ本当に。物が何なのかまた分からないから。はい、これ送りました。見てください、このサイト。だる。え？いや、あの今これ通話に使ってるから無理だね、見えないんで。まあ、説明しますと、あれ説明しよう。ビジョンドライバーとは、まあ、ヘッドホンっていうか、まあゴーグル、クソでけえゴーグル、あの VR のゴーグルみたいなやつつけて、もうスマホ代わりみたいな、パソコン代わりにできるみたいな。ああ、はい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 。でしかもこれあれ
何、マジで意味が分かんない。これメタバース用ね。コントローラーなしで操作できるみたいな。ああ、メタバース用ね。指のつまむ動作みたいなので、意味が分かんない。でもこれだってもうスマホいらんくねみたいなさ。一日中これつけっぱでええやみたいな。しかもちゃんと外からのその映像もちゃんと見れるんだよね。 AR 系ね。そう、 AR VR ゴーグルっていうの、そういうので、外からはゴーグルつけてる人の目がディスプレイで表示されるの、映像で。気持ち悪い。意味が分かんない。どこで撮影してんですかみたいな。いや、もうそれもうつけながらもう寿司握りたいレベルだもん。暇な時間とかさ、 YouTube 見てさ、忙しくなってきたら寿司握ってさみたいな。つけっぱなしの人絶対出てくるだろうな。どこで、外出てんの？いや。何？音がうるさい。いや、なんか外歩いてる音してるから。何の音？まだしてんの？うん、なんかバリバリバリって。ああ、それはセロハンテープだ。伸ばした時のね。 ASMR だわ。お金貯まったらこっちに来ることは決定したん？いや、まあそうしたいなっていう意気込み。友達のそういう話してんの？うん。そしたら友達は？ふーんみたいな感じ。友達なら一緒に来いよって言えないの？いや、来ないんじゃないかな。来ないの？うん。キャリバーンは21年前に父親のナディムが機体と同化してエレクトみたいになった可能性が確かにあるかもなって。それを押収した説。キャリバーンに父親が入ってるって？そう。なわけねえだろ。クワイエットゼロがエアリアルの外付けの装備という扱いなら、エアリアルはガンダム史上最大のモビルスーツになりますって。確かにな。外付けのパーツだったらそうなるな。
タリバンの見た目マジ重要だよ。最後の主人公のモビルスーツだよ。大丈夫？まだ情報出てないもんね。うん、名前はダサいからね。ルブリスじゃねえか。エクスカリバー、エクスカリバー、そういった感じであれば、かなり、なんか、変なデザインっぽいような気もしないでませんけど。大丈夫かな、先輩だよ、俺は。戦ってるところ見たら、かっけーってなるんだよ。え？そうだろ。エラン先輩が何の機体に乗るかだよね。ファラクトじゃないの？ファラクトは回収されてんじゃない、あいつらに。だからもしかしたら、あの、ルブリスなんとか、なんだっけ、あれ。ごっついこう乗るのかもしれない。そのまま乗っていくのかもしれないよね。いや、俺さ、あのルブリスなんとか、あの2体。ウルトなんだっけね。うん、ウルトトーンだったっけ。あれさ、エラン先輩とあの、なんか死んじゃった子でさ、俺合体するのかなと思ったんだよね。マクロスかよ。いや、だってなんか形状がいびつじゃん。それな。なんか足短いよね。やっと手短いみたいな。うん。だから合体するのかなっていう説が結構あったんだけど、今までずっと合体してこなかったから、エラン先輩が乗ることによってこれ合体するんだみたいな。急にエラン先輩かっこよくなったし、みたいな。合体した新しい機体が出てきてもおかしくない。なんか似てるな、みたいな。ああ、ただのナンパイローじゃなくなってるんで。君の名は。4号良かったけど5号もいいよな。かっこいい、ね、どっちもかっこいい。ファラクト乗ってほしかったな。ね、ファラクト結構好きなんだけどな。週休3日制どう思う？週休3日制最高だなとは思ってるんだけど、今俺がその状態なんだけど、いや週休4日欲しいかなって今なってる。なんで？週休3日制普及の鍵は条件面か。無条件なら9割超えが賛成したが、収入減なら反対が多数派に、そういう調査があったらしいよ。
収入源が減るんだったらって話？そうそうそう。収入や労働の時間調整なしの賛否を聞くと、44.8%がとても賛成、19%が賛成、21.1%がどちらかといえば賛成。これらを合算した92%が賛成派。まあ、そうじゃない？そりゃ、収入源が減るんだったら、週休3日制を選ばない人たちの方が多いんじゃない？減ったら、俺もう、いや、減ってても3日制にすべきかなって思っちゃってるね。なんかその減る分で休みを買うみたいな認識。なんかそこまあ、でいや、なんまあ、か、そう、実際、まあ、実際そういうことだからね。金困ってないかなって。そこまでして、そんな、だって大変な思いしてまでの1日分の本当にその単価もらってんのって言われたら、そこに満足いってんだったらいいのかもしれないけど、俺は現状満足いってないから、休みくれやって状態になってから、休みの方がいい。減ったとしても。いや、まあ、そこは多分みんな頭おかしくなっちゃってんだとね。しかもこれなんか、役職別で見るとまた違うらしいよ。反対派の人が。一般社員、主任、係長、課長クラスまでは反対派なんだって。その収入源が減ると。で、部長クラス、それ以上の良くなったところが賛成派なんだってさ。やっぱあれなのかな、給料でそこまでなんか、まあ別に、1日分の給料減ったところでみたいな感じなのかな、やっぱ。役職が上になっていくと。まあ、そうじゃない。お金に困ってない人だってそういうんかな。だけど自分の命を削る、時間という名の命を削ってまで、そんなに欲しいものって何ですかって話だけどね。仕事したやつは普通に働きに行けばいいだけだしな。週休3日制が導入されたとしても。いや、まあね。いやー、やっぱなんか頭おかしいよな。人に八つ当たりする人ってどう思う？ どういう神経してんなんじゃないですか。の？ いや、八つ当たりじゃないんだろうけどさ。バカにするわけじゃなくて、シンプルに、そういう思考っていうか、そういう。いや、だって人間にも獣の部分はあるから、獣が進化しただけだから。いや、まあ、当人は八つ当たりしてるわけでもなく、ただ事実っていうか、自分が思ったことを発言してるんだろうけど、なんかどう考えてもそれを言ったところで別にこの問題解決するような内容じゃないなっていうことが多いよな。多いね。いや、そこなんか着眼点違くね？みたいな。それも確かにあるのかもしれないけど、みたいな。いや、お前の反省点あるん？って感じ。お前の反省点ちゃんと見直したら別にそれ他人関係なくねーって。八つ当たりだもんな、結局は。まあ、しゃあないんだろうな、きっと。しゃあない、しゃあない。まあ、やっと当たりしてきて、なんとかなったっていう、なんか、実績があるんじゃない？ かわいそう、それはそれで。それを店の長がしちゃってるのがもう終わりなんだよな。 いや、終わりじゃないんだけどさ。いや、しゃあないんだけどさ。
そうなってしまうの。いや、店のオサでやってんの？いや、やってるとか、まあ、俺に多分八つ当たりされしてきたなって思った、あれは。なんだこいつって思っちゃった。そんなことがあったの？八つ当たりじゃないのかもしれないけど、俺からしたら八つ当たりで聞こえたな。そこは分かんない。俺は何とも言えないから。そんなのダメでしょって。真似しちゃうよみんながってみんなが真似して、また会社の人たちのなんかこうだよねっていう常識がまた悪い方向に行っちゃうよって思った。まあもうどうしようもないんだけどね、あそこはもうあそこはもうどうしようもならねえから、ささっとやめちゃいたいわ。いやもうあれじゃない、そのなんだろう、考え方が一緒な人たちをもう囲うような、なんだろう、閉鎖的な空間組織にしたいんじゃない？うん、そうだろうね。もうなってるよ、それ。だから、なんか、ニュータイプみたいな人間が、令和生まれの令和育ち、いや、そんな計画しないんだけど、まあ、もう、新しい考え方を持った。え？寿司屋で何でしょうか。いや、寿司屋に来てんのにビーガンの人とかが来た時にめっちゃ配慮しにかかれてたりするみたいな本当にすごい画期的な新しい考え方を持った人たちを受け入れれない、まあ、獣的な組織になっちゃうみたいな。多様性を歌う、なんか、いやまあ、ファッションで多様性歌ってる企業が多くなってるのは問題だけど、本当に目指している、今流行りの大きな会社にはなり得ないんじゃないか。まあ、そこは目指してないんだろうね、本当に。まあ、オサが結構自分の好きな人間ばっか、いやまあ、そうじゃない。いさせようとしてるから、うん、自分が好きなアベンジャーズを作りたいんでしょ。うん、まあ、そこの思想とか理想とかが俺とはだいぶ違うからやっぱ無理なんだな俺が。うん、いや一つと一緒のやつ探す方が多分難しいんだよいやまあそうだろうね。うん、俺もなんか最近思ったのは、俺ほど優しい人間いないなって勝手に自分で思ってんだけど冷酷なとか冷徹なとか、武井さん心あるんですかとか、人間じゃないって言われ方最近するんだけど、え俺ほど感情ないとおらんくないで、捉え方がない。結構ね、本当はだけどうだろうね、わかんないよ。今年ね、いや、あのままでいいと思ってんのかなシンプルにダメでしょ。思ってるでしょ。犠牲者が出ちゃうよ、絶対。出てるし、実際。そういうやつらが長く続かなくてやめてってるし、結局。見てみよう。それは続かない
やつがふるいにかけられたと、そいつらはある。そういう認識でしょ、シンプルに。いや、まあそうなんだよな。いや、だって、俺のさ、今の北村の、北村のって言っちゃってるっけね。ここまで見てるやついない、絶対。いや、まあね、北村さんの、あ、北村さんのね、いや、まあ、ある会社のね、北村さんの会社ね。北村さんの会社ね、はい。北村さんの会社の、ある支店の店長がさ、そのマルチタスクみたいのを今の会社全体でやろうとしてるんだけど、まあそっちの会社で言ったらなんか握りもやれて、その裏方もできるようになろうみたいな、接客もできて、接客っていうかそんなにできて、両方仕事やれるようになろうみたいなのをやろうとしてるんだけど、そのやっぱずっと握りば専門でとか、ずっと裏方専門でとかってやってた人からしたら、え、なんで今までこれでやってきたのに急に違う仕事もやんないといけないのみたいな。だけど仕事だからっていうのを、その上の連中はやってくる。いや、だからその分給料もちょっと上げますよみたいな。いや、それ良くない、本当に。うちの会社がそれに近いもんな。で、その、いや、給料そんなちょっと上がっただけだったら別に、いいんで、給料上がっていいんで、マルチタスク僕たちやりたくありませんっていう人たちが多くいますと。そんな人たちに店長が言い放った言葉が、いや、そんな人たちにってね、俺とその人が、店長が話してるときに、俺が聞いたことだ、俺が直接質問して、そういう人たちは、じゃあ、最悪辞めさせるっていうケースにもなりかねないってことですかって言ったら、うん、そうだねって言ったの。ストライキを切る。マルチタスクにしようとしてる理由が人材不足だからな。うん。手伝ってって。ここ足りないから忙しくないとき手伝ってみたいな。いや、なんか連携してなんとかしましょうみたいな。いや、それ本当に良くないよ。そうなんだよ。そうなんだけど。人材不足で、マルチタスク作ろうとしてるのに、やれませんって言ったら、それやめにしたら、それ人材不足悪化するんだか、みたいな。そうなんだよな。いや、マルチタスクっていうことすら俺は認めてないのに、人材不足の、そのなんだろう、件に関して、もうなんかちょっと変な思想になってるのが面白いなっていう。いや、しかもさ。いや、仕方ないよ。その上の人だからさ、会社でこういうふうにやりましょうって言ってることをやれないっていうやつが出てきたら、そいつを粛清しねえと他のやつらまでそういうこと言いかねないっていう、なんか、まあ、見せしめではないけど、やらないといけないっていうのはわかるよ。立場上ね、言わないといけないのはわかるよ。上からの命令を下に伝えるのがその管理職の仕事じゃん。うん。それは立場としてはわかる。だけど、俺は思うのは、じゃなくて、下の意見を上に言うのも管理職の仕事でしょ。むしろそれをやらないやつは下から嫌われ、上から評価される。それを求めてるんですか。じゃあ、あなたがシンプルに言ってるのは出世したいって言ってるだけで、自分の、なんだろう、目的のためだけにいろんなものを犠牲にしたいって言ってるだけですよねっていう。いや、それはわかるよ。それはいいんだけど、そんなことを公言してる人たちが果たして好かれるんでしょうかと。気持ちよく仕事できると思ってるんですか。あと、まあ、うん、なんかそのさ、なんだろうね、ちょっとなんか考え方が合理的じゃないな、みたいなね。いや、まあその人たちにとってはそれ人なりの多分正解なんだろうね。みんな同じぐらいできるようにしちゃったら、みんな人任せになっちゃうんだよな。
あいつでもできるかな。しかもこういうこと言い出すやついいよ、そういう場合。俺はずっとそれは提言し続けてる。え、なんで僕はあの人と同じぐらい仕事できるのに、あの人と同じ給料にならないんですかっていうやつですけど。うん。日本の制度上同一労働、同一賃金って最近な、最近ってかは2、3年前になったのになんで法律を破ってまで同じ賃金にしないんですかみたいな。あと、ね、あれもいるね。同期に訴えてこないといけないですね、みたいな。俺こんなに頑張ってんのにあいつなんもしねえとか言うやつもいるし。逆にね。うん、いや、いつあれしかできねえんだわ、みたいな。お前はやりすぎなんだわって話なんだけど。いや、なんか、ちゃんと役が分かれてんだったらそのままの方が絶対いいよ。だってその人それしかしなくていいんだからさ。だってそれ以上のことをさ、なんかやんなきゃいけない状況を作ってしまってるのが悪いでしょ、そうね。それでも客数減らせばいいのに。やめとけやめとけ。いや、なんだろう、心の底から働きたいやつはそのままなんかシンプルに自分の仕事ができる許容範囲内で新しい仕事身につけていけばいいんじゃねえのって感じはする。その人の自由で。会社全体でそういうルール作っちまったらもうなんかもう終わりだよ。できない人もそうしなきゃいけなくなっちゃうから。で、できない人がどん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 、わーわーわーってなっちゃって。わかんないしね。やってみないとできない人がどれだけいるのかってわかんないんだろうけども、結構多いし、できない人。基本的にやりたくないし、なんなら。新しいことなんて。おかしいよ。今まで900円でこの仕事をやってて、ずっと給料変わってなかったのに、急に仕事を増やされて給料もそんな変わんないって、働かされてる側からしたらおかしいっていうのか。なんかそれするんだったら、新しく入ってきた人には給料上げてこういうこともしてねっていう、あなたにはここまでするのがあるんだよみたいな、それの方がいい気がする。今までの人たちは今まで通りでいい気がするな。区切った方がいいんじゃないかな。区別新しく入ってくる人たち、それを区切って、まあ、問題も出てくるよ。いや、俺がほぼ新しく入ってきてる人たちだから、俺がその、なんだろう、実験メンバーに選ばれてたんだよね。うん、どっちか選ばせる。問題はある、いろいろ。問題はあるんだし、できてから給料を上げますねはおかしいなとか思ってる。そもそもね。うん、だって、じゃああなたたちが新人時代の時に給料もらってなかったんですか。いや、少なかったとかはわかるよ。じゃあ分かった。じゃあ半分くれっすよ。100点できてないから50点、今学んでるタイプだけど50点半分くれ。10点分だったら10点分くれみたいな。その仕事量に対しての給料なんだよな、結局。それがそうじゃないからな。どんだけ。上限にしようとしてるのは、ちょっと時給制にしては、ちょっとなんかおかしいんです。もっと分割っていうか、その、ものの価値を分ければいいんだけどな。どれだけ働いても、どれだけ働かなくたって同じ給料だもんな。そこがもうダメだよ。熱量の差が生まれに決まってる、そんな。変身。苦労してくれや。なんか結構なんかなんだろうな、心痛まないのかな。え、痛まないんだなって俺は最近思ってる。すごいよなって思う、それ。お前の店なのに今みんなめっちゃ忙しくしてんのに、何お前だけヘラヘラお客さんと話してんねんって。
こっちだろ。そっちの相手じゃなくてこっちをどうにかしてくれみたいな。あと怖くないのかな、他人に、自分の店を他人に任せて最悪なことされたら最悪になる、自分の人生が終わるのに。よくそこまで任せる、切れてるって思ってんね。すごい、現に制御切れてる、いやなんか回ってるし、うん、これが辞める際は大変なことさせようかな、やっぱり。いや、それは良くないよね。良くないっていうのは、結局そういうのって自分に返ってくるかな。そうだな、いや、確実に完全犯罪として自分に返ってこない手法を編み出しましたっていう自信があるのは自分にやっていいんだけど、今何時間撮影してんだろう。通話時間何分だろう。これパソコンからじゃ見れないもんな。な、何時間だって今。OK ってなってから23時から OK だから1時間半ぐらい。うん、まあまあそんなもんか。いや早くやめたいな。俺の計算が正しかったら月に10万ずつ貯金できる可能性があるね。すぐやめれる。まあ、5ヶ月ぐらい働けば辞めれる。その状態が続けば50万欲しいね、やっぱ。いや、まあ、うん、そっちに行けるようにもっとちゃんと調べないといけないんだろうけど、まあめんどくさいんだよな、まだ。まずは引っ越しなんだよな。月50万だったら5ヶ月でしょ。5ヶ月あったら全然まだ時間あるなって感覚になっちゃうね。うん、そっちに引っ越せるための金とかも、移転費とか市から出るとかなんかあるけど、後払いなのか先払いなのかにもよるしね。来年、今年度中にはもうどうにかしてやめてよ、本当に。まあ、来年の3月末。俺がさ、動画でさ、精神科医の人がさ、出した生活保護の、生活保護の話っていうよりも、なんか、長野の引きこもりのやつ、うん、やつ動画上げ、それさ、俺はターゲット層的にはさ、ひとみと母さんに対して送ったんだけど、ひとみと母さんあれ見たのか？見てないと思うよ。余裕なんだろうね。余裕。あの人の動画ってほとんど
他の動画も見たことある？ある。編集ってされてた？あの動画だけなの？編集されてないの？少なめだね。でもそんなに編集多いけどない、うん、でもあの人の動画ってさ、ちゃんとこういう意図が、意図っていうかなんかチャンネル自体にさ、こういうことを発信していきますっていうさ、ちゃんとしたその目標みたいなのがあってさ、サムネとタイトルだけはしっかり作ってんじゃん。うん、でも動画内容は俺たちみたく無編集じゃん、ほとんど。うん、だから俺らもサムネとタイトルだけ割としっかり作ればチャンネル登録者数伸ばせる説あるんだよな。いや俺らさ、じゃあサムネとタイトルだけ真面目やるかとか一瞬でも言ってるだけで、やっとタイトルやるんだよ。やらんですよ、それすらもやらんですよね。1年経ってそれすらやらないんだよ。全然やりません。これ話すのって決めてからあれ話してるから話まとまっていくけど、話なんか動画回ってる最中に話すこと決めてる俺らが噂を尺が結局変なことになって全然いらないよ、絶対嘘になるんだよ。いや、そっち行ったらな、めっちゃなんか外の動画撮りてえわ。どこどこ行ってきました、行って撮影しながら。働きすぎず悠々的にやれる生活を編み出してください。働きたくないな、確かにな。誰？そこそこのチャンネル登録者数とかになったら、こんな適当な話とかでもライブ配信とかにしたらスパチャとかもらえるんだろうな。ファンがつけばつけばもらえるんだろうな。大したファンしてねえのにな。ね、しかもちょっと真面目な話、なんか質問とか、まあ変な質問とかして検討したところでさ、大した内容でもないのにさ。専門家でもないのにさ。いいよな。うみちゃんの最近の動画見た？何？なんかプラモ作成だけど秋葉でなんかプラモデラーさんの展示会みたいな、行ってきましたって。秋葉でその、うん、あって、うみちゃんの作品もそのなんかプラモデラーさんが立ち上げたブランドで、なんかそこの商品をそのいろんなプラモデラーさんに渡してアレンジしてくださいっていう、でそのアレンジしたプラモデルをここでその展示しますっていう展示会みたいなやつあるんだけど、そこにうみちゃんの作品が載って、うみちゃんもそこに行ったんだけど、うん、その動画俺ね最後まで見れなかったもん。なんで？うん、嫉妬が強すぎて。いや俺ね、うみちゃんの動画で見れるのね、あの子がね家でねなんかやってる動画しか見れないなと思った。外に行ってる動画見たらさ、周りのやつら何してんねんって思っちゃう。お前がだよ。おい、うみちゃんそこにいるんだぞ。しかも動画上ではなんか海さんですよねみたいな話とかカットされてる可能性があるだけであって、実際裏ではちゃんとなんか挨拶とかなんかされしたりとかされてたらマジでうわーってなるもん、ずるってなるもん。ふざけんなって。嫉妬が強すぎてもう最後まで見れなかった。いや、いざこっちにその住むようになって、こっちでそのそういうイベントとかをね参加できるん
になって、いざ本人を目の前にしたら本当にどうなると、俺は俺だよ、俺の場合あのオフってなるよいや絶対俺話しかけに行くよ本当に。俺はあのもう手に汗握って、あの何もしないパターンで、なんもったいなすぎでしょ。いや嘘だな、絶対結構テントに上がったら何するか分かんないから、いやどうか分かんないね。だってもうもったいなすぎる、推しが目の前にいて話せるチャンスどんだけ、なんか別になんかいや今そういうのダメなんですよって言われるんでもいいし全然、うん、ガードマンにね、いやなんかそのちょっと今ダメですとかさ、そういうもうありでも全然いいから、なんかアクションしないと、だってチャンスなんだからさ。やば、何やった仲良くなる、友達になりたいもん。声優さんが結婚したやつの、いや結婚は別に取っちゃって今そこまでせんくていいよ、友達になりたいだけ。道を尋ねられて、あの尋ねた、なんか困ってる時に助けてくれたの、そんなない親切にしてくれたからお付き合いすることになります。誰だってええやん、みんな親切にするわ困ってるやつ。このそれが発表された時に、これのせいで親切にしてくるオタク増えそうお確かに女性困ってそうな女性を見かけたら声をかけてくるオタク出てきそうっていう感じが確かにじゃない、ね、逆に困ってる人に それナンパ目当てだろうってとコメントあってまず接しがらいな。俺はなんかね、そういうのはね、好きにすればっていう。迷惑だなって海ちゃんに思われたとしても、とりあえず何かしら行動するんだ。うん。何もしなかったらマイナスにはならないんだけど。マイナスになる可能性はあるけど、プラスの可能性があるんだったらそっちに。なるほどね。それなんだ、なんだろうね、それで、ね。実際、どうなの？それは。なんか、自己中心的だって言われる典型的なパターンなんだけど、どう？いい？まあ、そうじゃない？いいんじゃない？へぇ。いや、それは何だろう、世の中の何か愛だの愛じゃないだの論争で言ったら愛じゃないやつに含まれそうな感じしてるんだけど、それでもいいんです。うん。へ、いや推しだもん愛じゃないいや、ファンじゃないよねみたいな、ファンなら、いや、お前らと同じファンではない。お前らと一緒にすな。なるほどね。俺は俺や。俺は俺の押し方があんね。なるほどね。お前らあそこで指くわえて待っとれ。見とけ。じゃあ、ユーファが違うってこと。お前らあそこで指くわえて見とけばええね。そんなこと言って何もしないで、可能性を自らの手で潰してるだけ。仮にそれで海ちゃんがなんかマイナスことになったとしても、それはそれドンマイだ、プラスになるかもしれない。そのこと考えてたらね、早く死んでくれやって極論生きてるだけで地球にとってはマイナスなんだよってあ、そういうことねそう、あ、お前らのせいで調子が進んでんだよって。そうそう、何をためにって、結局自分がどうしたいかでしょう。いや別に
自分の人生は自分がしたいようにしてるやん。犯罪じゃないし、まだ。でもみちゃんのツイッターの使い方ちょっと下手くそだなって思ってる。クリエイティブじゃない。それは言わないよ。マジで嫌だよ。絶対嫌われる。本当みたいな変人じゃない限り嫌われる。え、何この人、私のこと分析して私のこと分かってくれてるとはならない。ならない。何こいつ。え、嬉しいそのアドバイス何とはならない。何様なんて言われる。超変人。やっぱ誹謗中傷とかにはちゃんと傷ついてるなっていうのがすぐわかるもん。女の子じゃん、うん、でそれを癒すためにツイッターを使ってみたいで癒したがるオタクども気持ち悪い気持ち悪い負の無限スパイラルじゃん。オタクがオタクのことを気持ち悪いって言い合ってるそれだ。大丈夫？いや、いいんじゃない、うん、自分、俺もキモいから。トリガーさんの会社でも起きてんじゃない？そういうこと？会社でも起きてる。起きてるだと。八つ当たりしてるって思われてんじゃない？いや、まあそうだな。実際のところ。俺も知らないところで八つ当たりをしてるのかもしれない。してないんだけど八つ当たりされてると思ってるのか、うん、そう考えたら俺は常に誰かに八つ当たりしてるような態度を取ってる可能性は高い。少なくても東雲海ちゃんのファンに対して八つ当たりしてるね、うん、そりゃそう。いや俺的にはもう篠宮海ちゃんのファンに対してもなんか仲間ぐらいの気持ちでいるけどね。同じ好きなものが一緒なんだからさ。いや俺は篠宮海ちゃんにお金を貢ぐことできないけど、お前らたくさん貢いでやってな、そしたら篠宮海ちゃんも幸せになれっからみたいな、仲間やろぐらい気持ちだからきっと心配はないね。いや、ファンに対しての嫉妬心とかもあるけど、ファンじゃない人たちのそこら辺の一般の関係ない人たちに対しても思う。全く関係ない目的で後ろとかに出てきてる人たちにも思ってるから、ファンとかじゃ関係なしにそこに映ってる全人類に対して嫉妬してるから俺。いやもうだからそこは平等に嫉妬しないと勝手じゃん。全員を敵に回してますから。全員がライバル、うん、よく捉えるとね。そうだって確実に俺よりは可能性あるな。同じだって大陸が一緒なんだぜ海をもう一緒、海を越えてんだぜ俺は。こっちとら今のままじゃ一生会えへんね。お前らのんきに生活してるその毎日ですらも俺よりも可能性がある。ずるすぎる。だから俺もそこに近づくためになるべく早くそっちに行かなければならない。なんかそんなに思える人間がいるっていうのが素晴らしいよねそれそれな。いや意味わかんないじゃん実際。俺理解不能だよ海ちゃんの可愛さ本当にいるって本当にいるんかって。今すごい疑問だもん。ツイッターとか見るたびに、今日もなんかさ写真でさピースしながらさ待ち合わせとか言ってさツイッター載せたけどさ意味が分かんなかった本当にこの人待ってる。意味が分かんないよね実は本当に、うん、見たことないよ俺この人生の中で。あんな、いや俺もない。いい、俺もないわ。だから見たい、見てみたい。おかしい。あのレベルの
スタイルを持ってあのレベルの顔を持ってあのレベルのあのなんだろうオタクに優しい趣味を持っている。全人類の理想系見たことない。おかしいかな、疑ってますからね。あれに彼氏いないはないなって思ってます。嘘だねそれは。さすがにあれに彼氏いなかったら相当性格悪いよ。相当オタクなんじゃ。いや、オタクでもまあいるもんな。オタクでもオタクのいい高スペックな、あの、死ぬので海の反転、あ、性別反転バージョンのやつと釣り合うと思うんだよね、うん、いるよ、絶対、うん、俺っていうか自分に酔いすぎてる。その場合俺が NTR するわ。NTR 許されないわ。 NTD じゃないよ、 NTR。 いやー、さすがにね、あれ、あのタイプ。いや、まあ、中学までだな、なんか人間に対して俺、こじらせちゃったな、そういった面で。武井仁のことを好きじゃないっていうのの海、うん、武井仁のことを好きなブス。どっちがどっちのこと好きになれる、好きになれるってか。いや俺ブスは無理だよ。俺ルッキズムだからブスは無理だよ。あ、そうなんだ。いや、頭おかしいじゃん。頭おかしい。それは、跳ね返ってくるから、自分にそれ。いや、そう、どう、あー。ずるい。俺、ブスに嫉妬してるレベルだもん。ブスに嫉妬するの、なんか意味がわからないんだけど。だって、あれだよ。ブスの女性に対してね。だってさ、女性っていう立場がありながらもさ、自分磨きをしない人がいるわけでしょ。全然してなさそうに見える人、なんでせえへんねん、うん、お前すごくねみたいな。だっていや、自分磨きしたいってしかもブスのまんまを見て、自分磨きしててもブスのまんまのやつは、まあ、いや、なんだろう、自分磨きしてないやつが俺好きじゃないんだよ。あ、じゃあ自分磨きしてるブスだったらいいんだ。でそれなりにね、あれだからちゃんとなってるから、そういう人たちってなんか自分磨きやってるやつ心も綺麗になってるから、ちゃんと自分磨きしてないやつは心まで汚いから終わってんね。いや、それはある。それはある、あるけど、今回の例で言うんだったら、まあ、自分磨きしても無視みたいな。いや、だって死の目みたいなのは逆バージョンで言ってんだから、うん、俺が女性になったらあれだよ、死の目海ちゃんと友達になれる可能性男性よりも100確実に上がるんだよ。俺がただ男性ってだけでちょこっと壁できるわけでしょ、異性になっちゃったら。かなり壁ができる、うん、それがないんだよ。ないのに、お前なんでそんな
そんな格好してるみたいな。男性に対しても思われてることではあるよ。ふざけんなよってなる。女性からしたら自分磨きしてない男性。うん。女性も男性も実は自分磨きしてるって錯覚のついてるケースある。なんか自分流の自己磨きしすぎちゃって変なベクトル行ってますやん。ああ変な道行ってる人もいる。それでもいい全然。どっちを好きになれるかって言われたら俺自分のことを好きに、いやまあ海ちゃんだな。マジか。うん。いやうん。それだけど絶対嘘だと思うんだよね。実際本当に想像してみたら、やめといた方がいいよってなら、それ向こうに対して俺そう言うよ。やめときなって。時間の無駄だやで。ありがたいけど。いやなんかいや素のまま海ちゃんが他人としてのこと嫌いなんで。嫌いなの？嫌いなになれる？嫌いなの？好きじゃない、うんうん、無とかでもなく嫌いなの？無はだって今の関係だ。嫌いだとしてもさ何してくんのって感じじゃない？うん、誹謗中傷俺に対して？うん、頭悪い。頭悪すぎだろ。うん、頭悪い。嫌いな人に対して誹謗中傷する。でも普通に海ちゃんは海ちゃんとして活動するんでしょ。それ、うん、じゃあそれでいいや。俺はそれでいいんだけど。別になってあるの友達になれればいいかなって思ってるぐらいだから、別になんか付き合ったりとか結構。じゃあ今の素の梅海ちゃんとして活動してない素の梅海ちゃんを好きになれないってこと？ああ、だったら。グラビアアイドルやる前の OL だった時の素の梅海ちゃんを好きになれない。すげえ美人いるなっていう感じで終わっちゃうかもね。へえ。うん。好きになれないんだ。いやなんか俺諦めるっていうか、あの人にあの人の人生があるからなって。友達になろうっていうか、なんか関わることないなって。 OL の方があのレベル下がってんのに。いやなんだろう。いやだから一般人のこと押しますかってやると押さなくない？いやまあ押さないね。押せないでしょ。うん。どれにして押せない？押したところですね。ストーカー。今のあの地位があるからなんか価値を感じられる気がする俺。うわー、なんかさっきからひとしが言ってる言葉ってなんか本物じゃない気がする。なんかなんだろうね、ファンを極めた人とかじゃなくて、なんだろうね、本当に頭しいクズみたいなファンの意見を収集しましたみたいな、集めましたみたいな、醜いファンの具現化みたいな。もう行き着く先はマジであのオスのアイドルの目を刺しちゃったとか、オスのアイドル殺しちゃったとか、ストーカーしちゃいましたとか、そういう事件のなんかレベルにも行きかねない。それは中途半端だからしないよね。もし俺にそのコールドスリープする能力があったらしちゃうかもしれない。それはでも俺より先に死なないでほしいと思う。うん、悲しいから。
俺が死んでから死んでくれやって思う。まあ、あの、あの、いや、でもどうだろうね、実際。いや、俺、自分のこと嫌いなやつを好きになれないな。俺だって、学校で、想像がつかへんわ。自分のこと嫌いなやつとなんか同じ空間にいることがなんかそもそもなくねみたいなさ。え、俺嫌われ者だったから、マジで会社とか学校とかで俺のこと嫌いな女子、俺嫌いだったからね。俺のこと嫌いな人ってなんかどうだっていいって感じだもんな。いや、大体どうだっていいなんだよ。いや、その相手からしたらね。俺が勝手に嫌われてんだろうなって思ってるだけかもしれない。うん。嫌いなやつ、マジで、俺のこと嫌いだなって分かるやつは、まあ、態度や言葉に出てくるから。いや、だって、お前の会社に、あ、君の会社にさ、君のこと嫌いな人いっぱいいるやん。いるね。嫌いじゃない？いや、どうだっていい。勝手に嫌っててくださいじゃない。でそこなんか。けど、はい、あの行動に出てくるんだよ。なんか行動に出てたとしてもなんか俺なんか気になる。気になってないんだったら今の国のさ状態になってないわけ。いや。俺に対してはどうだっていいけど、俺じゃない人たち同士で何かやるのがすごい気になるんで。いや、なんだろうね。いや、うん。なんでお前ら仲良くできないねって。俺とは仲良くしなくていいけどさ、みたいな。攻撃してくるような人たちを好きになれるはずないでしょ。まあ好きにはなってないね。嫌いなのかな、どうなんだろう。まあ、嫌い、まあ嫌いなのか、これは。これは嫌いというのか。無は絶対ないね。だって動物としてもう終わってるよ。攻撃してくるやつから防衛反応を起こさないってマジで終わってるよ。それ生存できない。そうそう。だからやめるでしょ。生存できないとかって。いや、そうなのかもしれないね。もう精神バグっちゃって、本当は起きるべき感情が起きなくなっちゃって、もうなんか、いろんなところを精神的に来ちゃって、バグっちゃって、今、死にかけてたのかもしれないね。今っていうか、ここ最近。あ、人間ってそういうもんなのかな。あ、俺、なんか一つ学んだかもしれない。ちょっと人間としてってか動物としておかしいこと言い始めたやつ、精神的にマジで来てるから。いや、それ可能性あるついて、なんか休ませた方がいいかもしれない。自律神経ぶっ壊れてたりとか絶対してるって。ちょっと、いや、中二病っぽいこと言ってんのかなっていう程度で思ってたけど、実はそうじゃねえ、強がってるとかじゃねえ、こうやってマジでまぐってんだって。いや、なんかさ、役割なこと言ってたらかっこよく見えたりとか、中二病っぽいこと言ってたらかっこよく見えたりみたいな、そういうこと言うやつおるやん。は？俺別にそんなの怖くねえってとか、は？俺別にそんなのみたいな。それの類かなと思ったけど違う。一つの場合、感情がバグってるんだ。いや、でどうでもいい。だって俺のこと嫌い、なんか確かに。でもまあ、ユーメンタルクリニック昨日見つけたから、そこに弟連れて行ったら面白いかもしれない。
新しい漫画出てくるかもしれない。秋葉原にあったさ、ニューメンタルクリニック。ああ、まあそこら辺じゃないかな、確か。嫌っても変わんないじゃん、相手。嫌って攻撃してもさ、なおさらさ。ないよ、嫌いだなって思うだけで、攻撃するかどうかはまた別の話で。うん、嫌いだな。嫌い。いや、攻撃されてることにすらも俺は気づいてないの、実は。いや、まあそうだけど、いや、それはないけど、いや、それはないけどっていうか、それはそれでもうやばいけど。仮の話だよ、仮の話。何わかんないんだけど、なんか俺のこと嫌いなやついるって気づかないなぁってバカじゃんと思って、俺のことを嫌うやつバカじゃねって思っちゃうな。こんな可愛い人ってあの嫌うやつマジおらんやろみたいな。いや、なんかそんな無駄なことするやついるみたいな感じ。え、無駄だらけで、無駄があるから人間なんじゃないの、むしろ。無駄があるから獣なんて。無駄。コンピューターとかロボットとか、そういう、もう、1010の世界と獣っぽい無駄な世界。これの、なんだろう、バランスが取れてるのが人間でしょ。まあどうなんだろうね。なんかなんか一人で俺に対して苛立ってるんだろうなって、まあいいわってなっちゃうよ。俺に関係ねえしって思っちゃうんだけど俺のことでキレてんだろうけど、いやそれ俺に関係ないよねって思っちゃう。マジ、ひとしのこと嫌いな究極系のやつで、ひとしを殺しにかかってナイフでひとしのことを背中から刺しに来ようって、いや正面から刺しに来ようとしてる人に対してどうでもいいよ、マジで嘘だ。そうなったら明らかに命の危険が見えるように出てきたら、確かに何かしらの対処はするかもしれない。え、多分そのレベルにならないと分からないほど一つの、うん、その防衛反応的な感性がぶっ壊れてる。まあそんな人間関係のなんだろう。そうなのか。わかんね。そうなる前に察知するようになってる。だからコミュニケーションっていうのは必要とするの。じゃあ壊れてる。じゃあ壊れてるわ俺。わかんないもん。気づかないわ。気づいてない現状俺今。知らない。頭悪い。そいつが悪い。俺には悪くない。そいつが勝手にキレてるだけだから。そいつのメンタルが弱いから俺に対してキレるんでしょ。俺関係ないもん。俺をどうにかしようとしたところでそいつは変わらないか。己が変わるって、己が変わりなさいって、まず己が変わってみなさいっていう話。俺はしないよって、俺は変わらんよって。なるほど。なるほど。壊れちゃいけない人が壊れてたってあのさメンタル強い人が壊れちゃいけなかったんだメンタル弱い人の気持ちが分かってない。メンタル強いかどうかも分かんないけど、幼少期の人たちを見てたらメンタル強いっていうのが全然当てはまらない。
まあ、人間にはいろんな側面がありますよね。俺は自分に正直だから、今のところ俺の感情としては、自分のこと嫌いなやつは俺は嫌いよ。けどだよ。俺のこと嫌いなやつって俺そんな多くないと思ってるんだよね。お前も兄弟揃って。嫌い、何なんだ、好き嫌い。合わないなとかはあるけど、嫌い、反発する、反発してんのかな。合わないから反発、何なんだろう、何なんだろうな。そしたら俺全人類等しく嫌いだよ。めんどくさいの。海さんの、うん、誰か、なんかまあ、嫌いだわ。だって、俺の YouTube 見てくれないもん。俺の Twitter に DM 送ってくれないから嫌いだわってなっちゃうよ。まあね。いや、同じぐらい。同じかもしんない。嫌いと好き、俺一緒かも。同じ。好きな数があればあるほど嫌いな部分もちゃんとあるんだけど、だから嫉妬するんだと思う、きっと、うん、そういう人間の心理みたいな哲学的なことを言い出すのマジでおもろいな。うん、俺だいぶき、多分実は好きと嫌いは表裏一体だったのではないか。本当に何も思っていないんだったら無が出てくるはずだ。実は相手を思っているって面では一緒なのではないか。一緒でしょ。やば、さすが。勝手に本も読まず自分で哲学していくやつ。うっかり真理に近づいちゃうやつ。どんだけ哲学書とか心理学の本とか読んでも、マジでこいつ教養に合ってねえな、ただ読み上げてるだけじゃんみたいなやついっぱいいるのに、勝手に自分で近づくやつ。自分にいいことある方、やっぱ都合いい方を捉えたいよね、結局は。同じぐらい好きもあるし嫌いもあるけど、でも自分が都合のいいこの人には対しては好きを重きを置いて接するしたり押したりして、嫌いっていう重きを置いてる人に対しては自分なりの都合のいいような対応の仕方をするんじゃない、結局俺は。ここにそれを言われたらみんなそうだ。うん。じゃあみんなそう。じゃあみんなそう。俺もそのみんなのうちの一人だわ。だからどんだけ海ちゃんが俺のことを嫌いになっても、海ちゃんがあの容姿であの活動をしている限り、俺海ちゃんのことを都合のいいように捉えるよ。なるほど。どんだけ俺のことを好きなブスが出てきたし、思ってくれた、認知してくれたってことだ、嬉しい。うん、まあそうなっちゃうかもしれない。どんだけブスなやつが俺のことを好きになったとしても、そいつのことを好きになるかどうかは正直わからないけど、ブスである以上俺はブスなりの対応すると思う。みちゃんが罵声を浴びせてくれた、嬉しい。びっくりするよ、うみちゃんがそんな罵声言ってたら。
そんな側面ある？人間や。海ちゃんの新しい側面を知れた。嬉しい。そしてこの罵声を言ってるの俺だけじゃん。つまり、俺が唯一無二の人間。いや、そうなると思う、俺きっと。そういう考え方に。ちゃんが結婚報告したらどう思うの？おめでとうございますじゃない、つるっとのおめでとうでしょ。活動を停止しますとか言ったらもうショックそれはぁってなる。海ちゃんの結婚相手が芸能人じゃなくて一般男性って書かれたらどう思う？先越されたいやまあって一瞬思うしずっと言うだろうけど、ネタとして言い続けるんだね、友達とか。なるほど、うん、結局は何だろう、他人だしね。まだなんかそこそこ仲良くなってたのにはって、うん、俺じゃないやつ選ぶってなったらちょっと待てよってなるかもしれない俺よりいいやつおった。いやまあでもどんだけなんか結局変わんないんだよな。多分海ちゃんがどんな人と結婚しようがね、海ちゃんは海ちゃんで、結局なんか変わらないっしょきっと。やることすべきこと容姿形なんなりと、うん、変わらないじゃ、別に変わんないんじゃない、うん、関係ないもん。 俺とそのパートナーの俺と関係ないもん。俺と海ちゃんのこの今の関係値からしたらそいつ ただの他人だし、どうだっていいの関係ないから別になんとも思わないかもしれない。なんかおめでとうとかはいいなとか思うかもしれないけど、実際のところそんなかなって感じ。関係ないなって。ルッキズムとか言ってたけどさ、うん、のみちゃんも人間だから年取りますよね。うん、年取ってルックスがもちろん落ちていきますよね。うん、どうなります？多分別の人その時に多分押してると思う。ああ、違う人ね。うん、いやなんだ、押し、まあ、そのなんだろう、多分見る目変わってると思うよ。どういうその時の海ちゃんの活動をしてるかにも言えるけど、ガンプラ制作に勤しんでますとかあったら普通にガンプラプラモデラーとして全然押すけど、そのルックスに関しての押しは別の人になってると思うって感じ。なるほどね。うん、青春を与えてくれてありがとうみたいなね何この青春全然青くね。
でも見た目でしょ、言うて結局は。ルッキズムかどうか、自分のことルッキズムかどうかは知らないけど、とりあえず俺人のこと見るの何見ますかって言われたら絶対見た目っていう。どんな人と仲良くなりたいですかって言ったら見た目がいい人と仲良くなりたいし。でもこいつブスだから性格悪いんだろうなとか言う、性格を否定するようなことは、ブスだからなんかアリンコ食って育ってんだろうなとかいう、そういう考えはならないね。でもなんでこの人たちはなんか現状をどうにかしようとしてないんだ、なんでこの人たちは現状で満足してんだろうとか、なんか同じ女性、綺麗な女性とか同じのを見た時になんか自分もなんかこうしたいなとか、なんかそういう、なんだろう、女性としてっていうか、なんか美しさをなぜ磨こうとしないんだろうっていう疑問は全然ある。まあ女性はもう男性に対してと思ってんじゃない、なんでこの人たち、ジャニーズの人たち見てジャニーズの人たちみたいになろうとしないんだろうって、なんでなるんじゃない。髪型だったり、まあ今男性だったらメイクだったり、いや、まあ、男に対してもそうだよね、結局。あ？男に対しても俺もそう思ってるかもしれない。なんでこの人こんな不潔みたいな感じにしてるんだろうって。もう少し容姿整えられないのかなとか。なんか清潔感ないやつが意味がわかんないんだよな。どういう生活したらそんなんなの？まあでもその人、でもその人はその人なりの努力をして現状があるから、まあ、そういうことなんだろうなって感じ。うん。うん。そう。そういうことなんだろうなって感じ。でももう少し頑張ればいいのにな。あ、でも俺、あれだよ。ブスに好きになられたら俺その人のことどうにかしようと思っちゃうかもしんない、うん、一緒にブスをどうにかしようって、嫌だしょって。可愛くなれるならなりたいしょ。一つの家が汚ねえのと一緒じゃない？いや、まあそうだろうね。一つの家をきれいにしようって出てくるやつ一緒じゃないか。うん、いや、そうだと思う、きっと。きっとっていうか、多分絶対、大体受注発掘。そう。清潔感とかでした。うん。なんでこの人永久脱毛しねえんだろうみたいな。いや、俺は思ってないよ。思われてる可能性がある立場ってことね、俺がね。うん。超美意識高い人が永久脱毛までしてる人が竹垣に、なんでこの人永久脱毛しねえんだろうみたいな。まあ、あれだな、身なりに関しては正直自己満だからな。それを他人に押し付けてるのがまず間違ってるんだから、俺は俺のこと間違ってるとは思ってる。自覚してます、そこは、うん、自己満ですから。はい、ルッキズムかって言われたらそうじゃないのかもしれない。でもルッキズムって言っといた方がなんかステータス的におもろいからそう言ってる。
ってるか。そうだね。はい、終わりにします。ここまで見てくれた人、面白いと思ったらチャンネル登録と高評価ポチッとよろしくお願いします。絶対いないと思うけど、これだけ言わせて。ああ、ここまで見てないやつ、マジでお前どうかしてるよ時間無駄にすな本当に2倍とかでも見たんだろうけど、時間無駄にしてんぞって。絶対いないだろうから、もう軽口どころかマジで悪口まで言うお前何やってんの俺らのせいにすんなよ知らねえぞ。じゃあな